斉藤明珍は室町時代から戦国時代にかけての武将。そう。斉藤宗縁の子、または弟。おい、斉藤俊富士の貢献役を務めた。妻は伊勢田畑氏の出身で和ズを設けている。幼女に関路地元町の娘。明珍は法名で善意寺に持ち善というシーンを構えたため、持ち善明珍と呼ばれた。 斉藤氏の僧侶家に対し、明鎮の家系を、餅禅家という。従来、美の守護代とされてきたが実際には就任していない。大永18年、美の守護代、斉藤宗縁の子として誕生。幼少時から出家し前衛寺で修行した後、前衛寺に死因、餅禅を構えた。法徳2年に、明覚寺から世尊院批判を招き常在寺を混流。長い間、 そうとして、餅全員で生活を送っていたが、長六四年に、兄、斉藤俊長が死去に伴い、老いである新春五代、斉藤俊藤を貢献するためか納城へ移り、ここにも自物堂と言いを設けて、餅全員と称した。身の死を、時なりよりの悲観ではあるが、同時に、足利将軍家の直進という立場に立とうとし、さらに、身の周辺数カ国の支配をも目論んだ。 後に、室町幕府方向衆となり、カニーも、時成よりの15位下を超えて、13未見大僧図に登っている。応仁の乱では、成よりと共に、山名総運の西軍に属し、上落中の成よりに代わり、東軍に属した富島市、長江市及び大海より来園に来,園に来た京国市の軍勢と、戦い、応仁2年10月までに、これを駆逐し、美の国内を平定した。 その一方で、多くの荘園を横領して、主家の時氏を凌駕する勢力を築いた。文明元年夏には、大見国内へ侵攻して、西軍の六角高よりを援護するため、敵対する東軍の峡谷京国政権と守護大隊が、甲中軍を文明三年二月、文明四年九月の二度にわたって撃破する。文明五年十月には、長野氏を援護するため異性出兵。 東軍の梅都城を落城させ、さらに文明6年6月、越前に赴いて、朝倉高景、海都市密の両者を、朝廷の末に和解させた。この頃、西軍諸将が和睦しようとしたが、明珍の反対に合い実現できなかったという。しかし斉藤明珍が、伊勢遠征を行うと、その隙をついて、東軍の小笠原課長と、木須谷豊が、 稲谷と木曽谷から東美野に進行した。東美野の東山市はこれを防げず、江名軍の大井城や時軍の刈安城まで落城し、天文三年に、信濃の小笠原城記が撤退するまで東美野の一部を占領された。京では沿線気分がみなぎり、時なりよりは文明九年冬、足利義美、義財不死を連れて、美野に下国した。文明十年に、 無の織田敏弘に加勢して、尾張に出兵するなど、その兵力は、周辺諸国にも行使され、諸城にて、飛騨国の姉が孔子氏と三木氏の交渉を調停したり、六大将軍、足利義則の33三三回寄法用を、美濃で営むなどをした。また、応仁の乱後、主君の守護、時成よりが、足利義美、義財布氏を美濃に伴ったのは、明鎮の意向によるものだった。 文明十一年二月に、カニ軍明智で引退し、翌文明十二年二月二十一日に晴れ物を、わずらい死去。応仁二年に混流した、随流寺に葬られた。おいで養子である、斉藤都国を徴用するような理りに遺言したため、死後百日を経ずして都国と、理不尽の兄弟争いが勃発する。ミ国初級期、ミノ明細期、古代氏族系不修正など、 多くの書物において、斎藤都富士と同一人物とされてきた。しかし、横山澄夫は、著書、美濃の時、斎藤氏、李久氏、明珍と一族の中で、斎藤都志長の弟ではないかと、論考し、その後、荷永は近本の日記、親元日記や小鉄の歌集、総根集の中の記述から、理士の叔父であることが判明した。さらに、前奏東沼、 周囲岩王の四文集、流水集には、斎藤越前守の弟に、全恵字が記載されており、明鎮は、李久氏の弟で、全通字と同一人物と考えられている。これらのことから、明鎮自身は守護代にはなっておらず、李久氏の次は、李富士が守護代職を継承したことも、明らかになった。ありがとうございます。